いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでサクさんですね。はい、大文字のサクさん、はい、ビビットを2つね、入金確認できました。入金た確認ほやほやです、今はい、記帳して確認しました。で、今日ね、発送しますので、まあ、明日には着いちゃうかなと思います。よいしょ。で、またこうね、箱戻してね、よいしょ、お送りします。いやー、ほんとすごいですね、この製品は。まあ、リフさんサッカーだけって考えると年1か2ぐらいなんですよね。なので、またサッカーだけのサインカードシリーズが出た時は、まあ早めに予約取ろうかなと思います。もうこの辺りの製品がデフォになってくると思うんで、すごいですよね。いきます、せーの。リシャルリソン上から来る、はい。ああ、リシャルリソンさん結構あの下とか上こう触れちゃってるのが多いですけど、これいいですね。枠内ですね。はい、これ10ですけど、もう全然ありがとうございますっていうところですね。上からリシャルリソン来ちゃう。まあ上からね、いい選手来たりもしますけど、まあ上、どっちかというとまあね、期待値としてはね、まだまだじゃないですか。いきなりこう来ちゃうと、おっはい、じゃあ左行きます、せーの。あ、グレーバンバーチさんでいいのかな。はい、国はオランダの方でしたっけ、ライアンさん。7シリです。で、初めて見ましたね。あ、リシャルリソンさん自体も初めて見たかも。まあ、まだ3日目ですけどね。25箱ぐらいは PP した。もうちょっと、あ、いや、そのぐらいか。多分。20箱ぐらいか。両方初めての方です。うん、じゃあ、下段いきます。せーの。あ、デュアルだ。はい。あ、デイビーさんとノリスさんですね。はい。これも10ですね。黄色、イエロー。イエローですね。うん。原色のビビットカラーですかね。イエロー。この7シリがちょっと何色なのか。これマグホ、大きいやつだ。ちょっと待って。ちょっと大きいやつなんですよね、これ。はい。じゃあ、左下、いきます。せーの。お!初めて?すげえかっこいい。はい。ケニー・ダルグリッシュさん。初めて見ました。お、めっちゃいいっすね、これ。グリーンは、4だ。はい。うん。いや、イメージリーはこれかっこいいっすよね。写真もいいし、ちゃんとこうね、うん。ピントもぴったしきてて、写真が活かされてる、うん。初めて見ました。まあ、レジェンドですよね。はい。昨日も店長、店長も元気なのか、レジェンドなのかちょっとわかんない選手が出て。あの方もレジェンドでしたね。はい、初サイン、トップさんで見たことないですね。ダルグリッシュさんっていいのかな、ちょっとわかりませんけど、うん、チーム的にはどこですかね。バイエルンのレジェンド。まあでもここを下枠で入れるからね、レアなとこなんでしょうね、多分ね。はい、リシャルリソンとライアンさん、あとジェームスさん、ハービーさんのデュアルに初めて出た。まあ3人初めてですね。これは出たような記憶がありますね。まあレジェンドね、サッカーファンの方って結構レジェンド好きな方多いですもんね。
すごいね。いや、いいことですよ。ね。レジェンドの方をこう、ね。どのスポーツも深いところをこう、探求して、知って、ね。で、現代の、その競技としてを見るっていうのは非常にいいことだと思います。やっぱ歴史を知らないと、やっぱりね、店長これ分かんないんで、サッカーは。小学校の頃はね、ドイツの短パンのおっちゃんたちのサッカーがすげえなーって見てたぐらいですから。はい、じゃあ200個目いきます。はい、右上、せーの、よいしょ。はい、まずはサージェントなんですね。サージェントさん、一人は一回見たかな。10シリですね。まあ、サージュスさんもね、いい選手ですけどね。さっきなんか上からリシャルリーさん来ましたからね。あのボレーすごかったっすよね。はい、行きます。せーの。あ、横型。あ、スアレスさん。そっか。これがベースオートでインサートオートだから両方いるっていう。ね。はい。うん。これ7?あ、7だ。はい、これじゃあ自治体もウルグアイですかね。うん、はい、これ何人口ぐらいなんですかね、このインサート。まあ、ちょっとこう下枠でこうね、下の左下枠でちょっとレジェンドの初音系がいるとちょっとどうなんでしょうね、集めづらそうな、ちょっとプライスがかなりつきそうな気もしますけどね。うん。はい。右下いきます。せーの。アーロンソン。はい。ということで、サージェント・アーロンソン。こちらもアメリカの選手で、ね。もうプリちゃんの後を追ってるっていう感じ。今、アメリカの子供たちは結構さ、アーロンソンさんのジャージを着て応援してるよ。まあ、2016年、7年ぐらいに、プリちゃんフィーバーがあったのが、今、こう、アーロンソンさん、なってるっていう。うん。はい。ね。ちょっと置けなくなっちゃった。こう。はい。で、左下です。せーの。あ、トリプル!サカ!あ、ヌネスもいる。ほれ、あ !6。来た。はい、若手6人かな。後ろどうでしょうかね。まあ、とりあえずここの3人でも十分十分でしょ。アントニー、ジョンソン、ゴードン、ワンマン。すごいっすね。はい。おー、ビビット6か、 VS ビビット6。いや、いいっすね。6人来ましたよ。すごいっすね。サカホデヌネス。アントニー入ってますからね。ジョンソン、ゴードン。で、ワンワン。はい、スクショもいただきました。記念にどうぞ。いや、いいっすね。いや、今、PB。ね。2箱連続ワンワン来てます。まあ、それだけ封入がいいんです。ね。店長の引きとかいう、そういう問題じゃないんです。もう商品がいいんです。ね。で、動画はあくまでお客様と店長が、こうね、共有してるという、はい。だけですからね。はい。ということで、2箱目もいいですね。1箱目もアベレージ高かったですね。リシャルリソン下にいても全然、ね、おって、ね、なりますけど。はい。6人来た。これ全部ワンオーバーなんですかね?ちょっとわかりませんけどね。うん。だってこれ色的には、あ、ひょっとしたらこれ全色ってことか。ね。なんかそんな気がしません?ほら。ね。
あ、関係ねえわ。はい。ちょっとあの、灰色っぽいやつの、これと同じような枠ですね、でもね。うん。いいっすね。いや、でも、まあ、店長的にはこのインサートセットいいっすね、っていう。かっこいいな。うん。はい。まあ、飾るといいね。飾れる。まあ、サインカードですけどね。はい。ということで、下はこんな感じでした。まあ、下は、うん、まあ、可能性は高いというぐらいですかね。ウェアクでも全然こうやって、ね。リシャルリソン来ますしね。はい。ということで。いや、いいっすね。やっぱ面白いです。はい。ということで、またぜひね、チャレンジしてください。はい。また、ちょっとリーフさんの製品に、入荷する際は、はい。ちょっと告知して今後やろうかなと思います。はい、ありがとうございました。